This is Japan's most extreme minimalist. He owns less than 250 items in total and takes pride in that. はい、ここが僕の住んでいるマンションです。もうここに写っているものが自分の持ち物3分の1が写ってます。And today we're gonna spend the day together and he's gonna show us what it's like to be, well, him. こんにちは。今僕の家にあるものは250個あります。ほとんどのものがこの押し入れの中に入ってます。はい。はい。まあ、これが、まあ、椅子。He said most of his items. I was expecting, I don't know about you guys, but I was expecting a completely full. Wow, it's empty. Yeah, まあ結構ありますね。ここは本当に物が多い場所です。はい。まあこれが枕、寝袋、仕事の撮影で使うカバン、機材とかが入っているもの。ここが、まあ、趣味のゲーム、任天堂スイッチとか。ここにこうやって入っていて、コントロール。ここが一番重いかな。ここは結構ごちゃっとしてるかも。ここに、はい、電池とか、自動リボーとか、まあ、GoPro、たまに使うカメラとかか。割とごちゃっと入ってるかも。はい。まあ、あとは趣味のものがもう一個、ここにカバンがあって、これがリュックなんですけど、実はこれですね。これが、習い事で通ってる剣ですね、まあ、スポーツチャンバラっていう剣術を習い事でやってて、もう本当に小学校6歳の時からやってるような趣味なんですけど、まあ、これってこんな感じで剣にお面が入ってますね。もうこれでスポーツできます。はい、これかぶってこれで振るっていう感じですね。で使い終わったら空気が抜けて、まあ、コンパクトになるので、まあ、結構あの日本だと剣術は剣道っていうのがまあ主流なんですけど、こっちのスポーツチャンバラはこうなんだろう、木刀じゃないので空気の剣だから結構コンパクトに持ち運べるんで、ちょっとここミニマリストっぽいなと思ってますね、うん、ここはお手洗いです。まあトイレですね。特に何も面白いものはない。玄関とまあここにも少し物があったりはするんですけど、その前にここに、まずエコバッグですね。ここをペタッとマグネットで貼り付くようになってて、で、まあ、こう四角の状態からペタッと開くと、これエコバッグですね。でまず四角のエコバッグ。これ自分が服と一緒であのデザイン監修してるレース JP のエコバッグ。これはまあ、こんな感じでこうペタペタと折り紙のようにこう小さく畳めてポケットに入るっていうので、まあ、こう買い物に行く時とかはこれを玄関から取り出して使ったりとか、ここですね、ここを玄関開けするところにこんな感じでいろいろ帰ってきて領収書入れるとか、まあ、契約書類系とかが入ってたり、あと印鑑とかペンとか。まあ、あと消火器ですね。こういう白い消火器があるんですけど、まあ、ちょっと白いものが好きなので白い、本当は赤いんですけど消火器って。はい、とかあとあの日本は災害が多いのでこうパッと逃げれるように災害防災カバンですね、まあ、こうミニマルで筒状の、まあ、この中に、ラジオとか雨具とか、まあ、小物が、まあ、逃げるために必要なものが全部実は入ってたりします。あとは、靴が2足ですね、今このスニーカーとこのサンダルがあるので傘 と筋トレのサポーター、手首に巻くやつとか、あとはこれちょっとフレグランスとか、
防災用のお水とかがここに全部、まあ、玄関で使うものを全部ここに固めてますね、うん、でここが、まあ、水回り兼クローゼットになってますね。でここにドラム式洗濯乾燥機を置いて、でその上にこの突っ張り棒でクローゼットを作って、まあ、自分の服オールシーズンで全10着をここに、毎日洗濯はできるので、まあ、基本2から3着ずつ同じものがあればローテーションできるっていう風に。 Maybe about a year or so ago I showed my closet all black, all the same clothing just to simplify things mostly for shoots and people said I was like a cartoon character but see it's not just me. 何を着るかで迷わなくていいから、まあ、こう物だけじゃなくて、まあ、ことの方もスッキリするっていうので、まあ、こういうふうに同じ服を着るっていう生活を続けてます。一回も使ったことがなくて、もう1年間お湯は溜めたことなくて、で基本的にもう家の近所にスポーツジムがあって、でそこに大浴場とサウナがあるんですよ。で僕サウナ入るの好きだから、ここだとそもそもサウナないしお風呂もちっちゃいし、ただちょっと一つだけ、まあ、問題があって、まあ、あっちのキッチンなんですけど、ちょっとまだこの辺りが、まあ、自分の中では少し物が多いというか、まだ減らせそう、すっきりさせたいなと思ってるところで、茶碗とかあのナイフとか、まあ、フライパンの取っ手とか蓋とかコップ、歯磨きとかタオルとか防災用の缶詰とかプロテインとかもろもろサプリメントとそのストック。基本は1日1回外食行って、で他はあとプロテイン飲んだり家で作ってみたいな感じなんですけど、一つ僕あのスパイスカレーが好きで、外食でもいいんだけどカレーは、ただ僕辛いのが苦手で、外のカレー食べると辛くて食べれないんですよ。だから自炊で甘いカレーを作りたいんですね。スパイスカレーを作るためだけにこの調味料があったりとか、それ作る用のフライパンなんですよとか、あとここがゴミ箱ですね。まあ、これ、はい、これだけ、はい、これだけゴミ箱に。ゴミ袋買って、で袋包んでってのめんどくさいから、もう直でゴミ袋をこうやってやれば手間が少ないので、ただそうするとごちゃつくから、まあ、これで隠してるっていうか。あと、実は僕が着てる服もこれ自分でデザインした服なんですけど、レス JP っていう名前で、これがバックレスシャツっていう商品で、まあ、名前の通りバックレスなので、まあ、カバンいらずの手ぶらシャツ、まあ、これ実はパカッと開けるとこんな感じで、ケーブルちょっと出てますけど、はい、収納がついてます。なのでここから例えば充電ケーブルをこう出したりとか、まあ、ここにも入ります。こういうのをこうやってパカッと、はい、入れて、よいしょ。What? で、そんなにわかんないみたいな。この背中の部分にポケットがあるんですよ。なので、このパソコンは、ありがとうございます。で、ここにこうやって、ここに収納できる。まあ、なんで、ここに。Oh, that is cool. これだけで海外旅行を手ぶらで行ったりもしました。どこまで行ったんですか？その時は台湾とか行きましたね。なんか台湾行って、でなんか荷物検査のところで止められました、ね。何も持ってないから、荷物はどうしたのって言われて、まあ、でもここに全部あるよっつって、まあ、驚かれはしたんですけど。わあ。ここが僕のワークスペースになります。出っ張りの部分にパソコンを置いて、あとは椅子だけで、そっちの方にソファーベッドがあって、普段はここで夜寝てたりとか、ここで座ってリラックスしたりとか、あとこんな感じで背もたれもつけられたりします。僕カーテンが本当に嫌いで、生活感出るし、引っ越しするときかさばるし、なんか冬になると湿気てかびたりとかするし、ない方が絶対すっきりしておしゃれだなと思って、でただカーテンないとあの外から見えてプライバシーの、そうですね、丸見えになっちゃうから、これ自分でその目隠しシートっていうもやのかかったフィルムを自分で貼って、まあ、見えないように DIY してます。
ね。ゲーム好きなんですよね。まあ、それはテレビゲームって言われるものだったりとか、まあ、トランプとかUNOみたいなボードゲームって言われるもの、休みの日とかはそういうゲームしたりとか、だと漫画ですね。漫画を読むのが好きだったりするので、ずっと電子書籍でスマホでパラパラめくって漫画読んでたりとか、あとは僕アニメが好きなので、まあ、実はこの家プロジェクターがあるんですけど、まあ、そこでアニメを見て鑑賞するのも好き。新しいのあれ？これは？これも自分で作ったカバンで、はい。なんかカバンの中。What is this? これパソコン、これパソコン、ノートパソコンで開くとこって。キーボードもあるし、まあ、これもついてるからゲームもできる Windows ノートパソコンです。なんていうパソコン？これと GPD-Win Mini っていう、まあ、中国のメーカーなんですけど、まあ、実はなんか自分が使ってる MacBook とかよりも CPU 処理速度が速かったりして、こんな感じでゲームができたりしますね。これそのまんまこのポケットにこうやって入れられるくらいちっちゃい。あと外に実はもう一個だけものがあって、ここにベランダのところにこれですで、これで引っ越し、これで物運べるので、これで引っ越しました。まあ、これに洗濯機とか自分の持ち物全部詰めてこの家に引っ越してきたんですけど、まあ、その時に、まあ、荷造りする時間がちょうど13分だったので、まあ、13分とこれで引っ越しができたっていう感じです。なんかできるだけ業者使わないで引っ越したい。そうするとなんか前タクシー使った時も、もう引っ越し当日に昼まで寝て、あ、ちょっと今から引っ越したいな、今日ね新しい入居日だから、当日にタクシー会社に電話して、すいません、なんか今から少し物運びたいんですけど、ちょっとタクシー呼んでもらえますかみたいな感じで引っ越したこともあるので、まあ、本当に引っ越したい時に好きなタイミングで引っ越せる。そうですね、引っ越しは1年、どんなに長くても2年以内には引っ越しますね。引っ越しが好きな理由はやっぱりこう、引っ越しすることによってまた自分の持ち物を見直すことになるので、まあ、こう物が増えづらい習慣として、家よりも外にいる時間が長くて、で僕家に住む時も街を自分の家の間取りとして考えるっていうふうに考えてて、まあ、街と暮らすっていうような言い方もしたりするんですけど、これ以上何か必要ですかねと思います。もう必要なものは十分であるなと思うんですけど、この家の3分の1くらいの広さの家も住んだことあるし、ただ実際物少ないからそういう小さな家にも住めるんですけど、こんだけ大きいに住んでるのはこのプロジェクターを大画面で映したいからっていう、それだけのために。わぁ、It's as somebody who owns it, it's a fun projector. This is not sponsored, it's not sales, it's just a good projector. Shiba has his own YouTube channel, and I actually found him through a video of this pop-in Aladdin at his old apartment. 自分のこだわりをなかなかこう理解してくれる人が少ないかな、まだ。とか、自分のこだわりを押し付けたりっていうのがなかなかできない。そうするとトラブルになるから、まあ、なんか例えば同棲するとか家族を持つとか共同生活する時のパートナー探しとかはなんか大変なのかなとか、ただ僕は一人が好きだったりするから、まあ別に理解されないならされないで、うん、別に今一人で生活して困ってないしなとかはありますけど、今後結婚して家族ができた時とかにどうなるのかなとかは
Thank you. Shiba's channel is going to be linked down below. Make sure that you go check it out. Minimalism might still be a little out of my reach, but let me know what you think down below, and we will see you again real soon. I almost forgot, I have a present for Shibu. I thought long and hard of what would be the best gift to give a minimalist, and here we go. Hi. Here you go. Dozo. え? 紙袋? はい。ありがとうございます。ゴミ袋に使います。はい。